朝8時ごろ、安倍総理はアメリカのトランプ大統領とおよそ30分間電話会談をした。明確な安保理決議違反であり、で地域や国際社会に対する明らかな挑戦で、そしてその脅威は新たな段階になっているということをですね、確認、日米で確認をいたしました。さらに 100% アメリカを信頼してほしいとも伝えたトランプ大統領。在日アメリカ軍を標的とした今回のミサイル、果たして日本にはどんな防衛手段があるのか。今夜は謎トレ天才東大生と兄弟漢字パズル博士からの挑戦状に